鬼側のリスポーン地点のここの上に乗ると隠れきれるのかと思って、まだね僕多分ここで一度も隠れたことないと思うんで、ここでね隠れてみようかなと。どうも皆さん、サバです。ということで今回もスプラトゥーンクラブやっていきましょう。でまずザトーマーケットをやっていこうかなと思います。今回もねスプラトゥーンクラブバージョン2ということでスペシャルアリービーコアリのクラブやっていこうかなと思いましょう。さっきまでさスパゲッティ食べしてやばい、やっぱね、ご飯食べた後ゲーム実況するとね、ちょっと僕気持ちなかったんだよ。吐いたらごめんね、食事中の皆さんごめんなさい。吐いたらごめんなさい。いや、吐かないと思うんだけど、もし吐いたら今テロップで入れておきます。吐きましたって。さあ、ということで、今回ね、スプラトゥーンクラブバージョン2ということで、鬼はね、スペシャル使って OK。で、隠れ側はビーコン使って鬼から逃げることを OK。っていうルールでやっていこうかなと思います。ということで、残り時間ね、3分からゲーム開始ということで、待ってこうかと思うんだけど、めちゃめちゃ飛んでくるね、なんか久しぶりだな、この感覚。なんか久しぶりにこんなにたくさん、なんかミサイル飛んできたな。さあ、また早速ミサイル落ちてきてましたけども、そろそろ時間にね、開始時間になりますので、皆さん、始めていこうかなと思いますよ。今回ね、銀モデラー使っていこうかなと思います。いきますよ。1。はい、まだショートスペース、はい、いつもね、銀モデラーつったらやっぱりカーリングモムですよね。ここら辺はいいんだよな、多分。ガチー、ここは、あ、でもここ登れるんだよな。ここいる？いないね。オッケー。見た？ちゃんと。オッケー。ちゃんと、今回のサバさんはちゃんと見てるよ。オッケー。よし。ここ塗って、しっかり塗る。で、ビーコンもしっかり壊す。一人ね、三つビーコン置けるので、しっかりビーコン壊していきましょう。ビーコンに逃げられるとね、ちょっとすごい最悪な気持ちになるからね、マジで。あ、なんかいるー！ウィー！あー、かやっ！なんだあいつ！音速のソニックじゃん。関節のパニックからの音速のソニックじゃん。まあでもね、さっきのね、音速のソニックがね、飛んでったところはね、どこ行ったかって一応ちゃんと見てたんで、まあ一応目処は取ってる。だからとりあえず、近く、ここら辺をまずちゃんと塗ることからね、ちょっとしっかりちょっとやっていこうかなと思います。まず塗ってって、どんどん相手隠られる隙をなくしてって、そっからもうチクリを。はい。これ B コンあります。B コンもしか壊してね。OK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 、いいよ。結構、あーでも、あの残り2分。でも全然時間あるの2分って。よし。しっかり塗ってけ。オッケー。ここら辺はね、多分いない。あー、ビーコン、いる！ごめんなさい、ちょっと待って、冷えたホットコーヒー、どっち？冷えてんのか冷めてんの、いや、あったかいのか冷えてんのか、あ、冷えたホットコーヒーってことは、冷たいのか。やべ、頭が悪いのみんなにバレてしまいました。で、ここら辺にさ、多分ね、ビーコンに飛んでったやつがいると思うんだ。こことかに置くか、一応。ね。これ、カーリングモム結構ね、隠れてる人にはすげえプレッシャーかかるんだよ。だから、僕もそうなんだけどね、カーリングボムがね、少しでも近づいてくるなって思ったらね、もうなんか、ビーコンに逃げるか、諦めるね、もう生きるの。生きるの、わ、いたわ。向こう飛んだ。はい、見てますよ。僕、ちゃんと見ましたよ。まずこれ、うわ、飛んだ。あ、向こう行った。これね、ここにいるわ。ここにいる、ここにいる。ここら辺、ここら辺。違うね。ちゃうちゃうだね。これ、ちゃうちゃうだね。待って。やばい。え、ここら辺だろ。どう考えても。ほらね。は？飛びすぎだろ。ちょ、飛びすぎ。飛びすぎです。飛びすぎです。でも見えた。飛んだとこ見えたよ。ここだね。は？うわ、なんかいっぱいいる。なんかすげえ爆散したぞ、今。爆散したぞ、今。何人倒した？ちょっと待って。今二人倒した。あと残り一人だ。あ、いる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 。でもこれ全員キルしたよね。あ、全員キルしたっぽい。やったー。最後何？最後爆散したけど、四方八方に飛んできましたが、あ、僕もに鬼さんね、オールキルいたしました。ありがとうございます。あ、焼きそばやられた。いや、いいね。やっぱガーリングボムがね、最強って言われてんだよねー。さあ、ということで2回戦目やっていこうかなと思うんですけど、今回はここが、見どころでございます、皆さん。ちょっと僕ね、アンチョビットゲームズのお散歩してて気づいたんですけど、これリスポーン地点の、うわぁ、すげぇ、高速、サトルめっちゃ煽るね、君。めっちゃ撃ってくる。あ、すごいすごいすごい。3D だ、3D。ここをね、塗って、上にこうやって、乗れるんですよね、こうやって。で、それでですね、今回ね、この上に乗ってさ、リスポーン地点、鬼側のリスポーン地点上に乗って、ここの上に乗ると、隠れきれるのかと思って。まだね、僕多分ここで一度も隠れたことないと思うんで、ここでね、隠れてみようかなと思います。ということで、まずはね、鬼さんのリスポーン地点に行こうかなと思います。でね、僕の作戦としてはね、一旦鬼の方行きますよ。
あ、その前にちょっとビーコン置くか、ビーコン。今回はね、あのビーコン置けるので、とりあえずリスポーン地点のここ側にも、と置いて、ビーコン。あ、違う！いや、まずい！今回ビーコン持ってくるの忘れた。待って、なんかミスって赤サップ持ってきちゃった。なんで？わかんないけど赤サップ持ってきちゃいました。とりあえずここ塗って、できるだけ鬼に怪しまれないくらいのインクの消費量でね。あー、どうしようかな、これ。これさ、どうしよう。これさ、こっから、できるだけ最小限。インク最、やばい！悟る？やめて！あー、悟る！インク最小限って言ってるのに、まあ、これはね、しょうがない。これ登って、登ります。え？登りますよ。登りましてね。見てる。見て、なんか、こい、あー、こいつ見てそうだな。わかんないわかんない。これで、OK。悟る？頑張ろうしね。僕は、まずここに隠れます。ここに隠れるわ。これ見つかんのか。よし。さあ、残り15秒で始まるぞ、みんな。悟る？悟る？ちょ、悟る？悟る違うよ。悟る？え、ちょ、動かさないで。悟る？ま、遊んでるのか？待って。もう始まっちゃうように動く、隠れんぼ。待って。やばいやばい。なんだ、なんだ、この人。なんだ、お、すごい。わ、すごい。悟る。悟る、やる。お、お前。悟る。でも、悟る、今ね。あ。あ、まずい。これ、バレた？バレてる？バレてる？バレてる、バレてる。待って、悟る？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 あ、バレてる！え、届かないんですね。さあ、やべ、やべ、こっち来る。まずい。悟る！ごめん、悟る。あー、これバレてるわ。あー、動いてたのがダメだったかな。待って、ごめん。逃げる、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 ごめん。今のはね、ダメだったね。うおー、ナイス。待って、これさ、そうか、僕、ビーコン持ってないからさ、へっ。オッケー、でも、ここも最強じゃない？待って。冷えたホットコーヒーもこれまずくない？大丈夫？冷えたホットコーヒー。お。あ、冷えた、サクサクパンだ。やばい。待って。いや、くそ、マジ悔しい。今、サトルがさ、鬼にさ、バレないようにさ、扇風機回してさ、やってくれたのみんな、見てた？このシーン。うわー、待ってか、鬼来てないか？これ来てないか？大丈夫か？オッケー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 。いや、待って、ここにビーコン置いた人、神。神でしょ。おい、サクサク、あ、サクサクバンの向こうで、なんかビーコンリスポーンチェーンでめっちゃビーコン置いてる。さあ、今、冷えたホットコーヒーと僕の二人が生き残ってます。お、これ、あと残り1分30秒だけど、これ時間的にもなんか、いけそうな感じするね。どうだ、これ。あ、なんか音聞こえる、近くに。あ、あ、雨降らした。やばい。これ、ここ来てるよ、これもしかして。やばい。いや、まずい。まずい、これ。ビーコン飛ぶ、ごめん、ビーコン飛ぶ。ごめん、ごめん、ごめん。冷えたホットコーヒー飛んじゃった。ごめん。仲良し。仲良し。いや、二人で一緒に乗り越えよう。これが愛。これがラブです、皆さん。このスプラトゥーンかけるも実はね、この愛というものを伝えるために僕はね、YouTube 活動してますので。はい。やばい。みんな、愛は世界を救う！愛は世界を救おう！世界救われませんでしたね。さあ、ということで3回目、富士坪スポーツクラブでやっていこうかなと思います、皆さん。いやー、くっそ、さっきのね、戦い、悔しいなぁ。サトルの意志を引き継げず、そして最後の最後でやられるという、愛は世界を救わない。悪だね、これもう。正しい、勝つのは悪ですよ。やばい、もう闇落ちサバさんになっちゃいそう。サバさん闇落ちしちゃいそうです、もうすでに。まさかスプラトゥーン隠れも闇落ちするとは思わなかった、皆さん。ただもうね、正しい、正義のサバさんも今ここで消え去りました。サバさんはもうね、スプラトゥーンで勝つためなら何でもします。何するかっていうと、例えば、お金あげたりとかね。任天堂に。仲良し！あ、いや、ちょっとぼーっとしたら始まっちゃったわ、もう来てるし。もう30秒くらい経っちゃったわ。さあ、ということで、向こう、あ、そう、僕、今回ね、ここの、こちらのね、インクレールに乗って、登ってきた、この場所に来れてます。で、ちょっとこれ、作戦があってさ、向こうにビーコンあるでしょ？実は、あそこにビーコン3つ置かれてて、鬼を、ビーコンの音で、あそこの方の、あそこのビーコンにおびき寄せようっていう作戦、今回考えてきております。鬼さんは、ビーコンにおびき出されるのか、楽しみですね。さあ、いや、ただ怖いのが、あ、悟る！サドル！サドル！あ、サドル！サドル、ちょっとインクに潜ったぞ。さあ、ということで、あと残り2分ない。ナイス玉なんだよね、鬼が使ってんのが。やばい。こっち来る？投げないで。
オッケー。よしよしよし。あー、B を、ちょ、B を、おい、バカ。おい。バカって人に言わないの。ほんとに。サトル？サトル見つかんないの？待って、僕が置いたビーコン全滅したんだけど、というか。何それ。何それ、ありえないんだけど。うわ、また来た。まずい。はっ！ジャンプ！よっしゃ。あ、これやばい。あ、サトル飛んだ。あ、鬼、サトルが飛んだの気づいてないかな？あ、気づいてないし、サトルめっちゃ向こうにいるわ。マジ？あの、ビーコン結構残ってるぞ。あ、オッケー。あ、これ焼きそばパン、これやられちゃうんじゃないか。あ、やられた！焼きそばパンやられちゃった。さあ、あ、残り1分。残り時間1分です。で、僕はまだ生きてる。今のところ、冷えたホットコーヒーと、サトルと僕、3人生き残ってます。やばい。今、向こうだね。向こうにいるわ。あー、これサトル、いや、サトルの方向行ってるんじゃないか、お兄さん、これ。思い出したみたいな。あの日人類は思い出したみたいな。あの日鬼は思い出した。うわ、戻ってるわ、リスポーン地点に。うわ、これ、やばくないか？あ、あ、すごい。すごい、ね、もうなんか、リスポーン地点狙ってるってのがすげえわかる。いや、来てるね。サトルこれやられちゃうんじゃないか。あ、飛ぶ。サトル飛んでいく。うわ、めっちゃ近くまで来る。お、なんか、サバさんとなんか似てる場、隠れ場所で来れてるね。さあ、これお兄さん来る。いや、来てる。サトルが飛んだことによってお兄さんが、こっち側に来てる。やば、見られた。大丈夫。さあ、10秒間で始まってる。やばい。これは、こっち来る？オッケー。よし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 、オッケーオッケーオッケー。いいよ。いいでー。いいですねー。いやー、ちょっとビーコンの作戦は失敗しちゃったけど、まあ、見つからなかったんでね。オッケーです。はい、ということで今回はね、スパルトンクラブもやってみたわけなんですけど、いやー、あれだね、アンチュビットゲームズのリスポーン地点の、この隠れ場所？サトルもね、ファインプレイでやってくれたんだけど、いや、でも逆にサトルが動かしたことによって目立っちゃったかもしれない説。別にサトルが悪いわけじゃないけどね。サトルはね、ボランティアしてくれたけど、ちょっとあれかもね、こう動いたのが逆に怪しまれたのかもしれないけど、お兄さん。ちょっと今度またさ、動かないバージョンでちょっとやってみようかと思います。でも今回いい検証になったの、動いたら見つかる。はい、ということで今回もね、スプラトゥーンクラブもやってみました。この動画がね、面白かったらチャンネル登録、高評価、よろしくお願いします。Twitter の方でね、スプラトゥーンクラブも参加者募集してるよね。参加したよって方はぜひ僕の Twitter フォローしてチェックしてくれると嬉しいです。ということで、じゃあまた見てください。それでは。